はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第60回でございます。で、今回はね、ちょっと声裏返っちゃったよ。今回はなんだか感謝を伝えたくてというテーマですね。で、まあ、2014年を振り返ってみる、はてな、まだ11月だけど、あときつい時ほど心に余裕をっていう U の字を間違えましたけど、俺余欲って書いてしまった、欲って書いちゃったんだけど、余裕ねをっていうテーマで話そうと思います。で、本題に入る前になんですが、今ね、ちょっと声裏返ったのもありましたけど、喉の調子が良くなくって、今そうなんですよ。で、今日撮影してるのが11月20日なんですね。土日、まあ月までか、ちょっとイベントで出てしまうので、早めにと思って今日はね、木曜日に撮影をしてるんだけど、相談に、まあ、前回答えたでしょ、答えたんだけど、今回ね、なんか無償にね、感謝を伝えたくなって、みんなに。なので、また身のない話っす。特に聞いて、あ、なるほどとか、あ、勉強そういうこととかいうことはないので、本当なんか暇な時に気分転換程度で聞いてもらえたらと思います。まあ本当にダラダラです、ダラダラさせていただきますが、よろしくお願いします。で、まあ2010年振り返るには早いんだよ、確かに、まだ11月だし。なんだけど、まあ、ちょっと振り返りつつ、なんかみんなに感謝が言えたらなーなんて思っているんですけど、まあ動画の投稿してるじゃないですか、私で、みんな見てくれててね、本当に毎日毎日いろんな方からあったかいコメントをもらって、で、まあ、読ませてもね、なかなか返信ができないんで申し訳ないんだけど、まあ、一個一個読ませてもらっててね、もちろんそのコメントで嫌な思いをすることもあるんだよ、実際にあるけど、でも 95% はもうあったかいというか、本当にね、嬉しいコメントをいただけて、まあ、日々過ごしてるんですけど、やっぱふとね、まあ、毎回毎回これよく言うんだけど、よく言ってるからさ、長く聞いてくれてる子はまた言ってるよみたいな感じするかな、するかもしれないですけど、なんか本当にみんなに支えられてここまで来たなとしみじみ思うんすよ。で、まあ、最近ツイキャスの時に、なんか初期の頃、俺がね、活動を始めた頃の話になって、まあ、それがきっかけでちょっと振り返ることがあったから、自分の中でさ、こんな感じだったよなーなんて思いながら、こう今の、まあ、この環境すごくありがたいって思うんだけど、この活動ね、YouTube に勉強動画を上げ始めたのが2012年の6月1日なんですよ。ね、まあ、忘れもしないんで、その日は。だからちょうど2年と、丸2年と5ヶ月。が立つぐらいかな、6、7、8、9、10、11、ちょうど半年ぐらいか、そうだね、2年半ぐらい経つのかも。で、やってきて、で、最初の頃はね、まあ当然だけど、全然見てもらえなかったんで、本当に。うん、1日再生回数5回とか、10回とか。で、そのうち自分も何回か見てるから、あれ全部自分なんじゃねみたいな人とかもたくさんあったしね。で、結局、最初、の1年目、2012年が7ヶ月間活動してるんだけど、7ヶ月間で再生されたのは多分数十万ぐらいだったかな。登録者もね、100、200にも行ってなかった気がするんだよ、最初。7ヶ月でだよ。そう。で、まあ、2013年、去年ね、1年間フルで活動して、で、こうやってって、その年が登録者が1万人に持っていくっていうのが目標で、もう立てた時はね、もう全然、何、雲の上のものをつかむような、もう雲の上で、雲か、雲をつかむような目標を立てたんだけど、本当にギリギリで達成することができて、それを。で、まあ見てくれる数もそこそこ増えてきたと。で、今年2014年になったでしょ。で、2014年は、まあ、毎年ね、1年の初めに目標を立てて、それを目標にしてやってるんだけど、まあ、1個メディアに取り上げてもらう、テレビとかね、そういうの取り上げてもらうって目標を去年達成できなかったから、で、今年こそと思ってやったら、まあ、2月にね、テレビの方に、テレビ東京さんの方の番組でね、取り上げてもらって、で、その後にまた続くようにね、違う民放のになんだっけ、テレ朝さんに取り上げてもらって、まあ、2回ね、今年はテレビに出てることができました。で、あとは本にね、自分のロングインタビューを載っけてもらうっていう経験もさせてもらったので、本当にたくさんのすごい素晴らしい活動をされてる方たちの中に入れてもらって、で、本にもね、なることができたし、もちろんね、本にを書きたいとか、本を出したいって目標はまだあるんですよ。自分の本、まあ自叙伝か分かんないですけど、そういうのを出したいっていう目標はまだあるので、まだまだそこにね、達成はできてないですけど、でも2012年
この活動を始めた頃にこんな風になれてるとは、もちろんなってたいっていう願望はあってもさ、そこをすごい具体的にイメージできてたかって言われたら、やっぱそんなことはなくてね、まさか自分がテレビに自分の姿が映ることがね、来るとは思ってないし、本に自分が載ってるわけだよ。今自分もその本持ってるんだけど、なんかすごい不思議というか、やっぱしみじみ思うんだよね。で、いろんな方がこう続けてきた努力の成果ですよって、2年半ね、毎日ではなくてもほぼ毎日動画をアップし続けて、勉強動画をやってきてね、ここに今至るわけだけど、でもなんで続けてこれたかって言ったら、やっぱりみんなからもらうコメントやったり、で今はツイキャスでこう直接交流ができるけど、そういった本当みんなからもらう言葉とか、エネルギーというか元気というかね、そういうのをもらってきたからここまでやってこれたんだと、やっぱ心から思う。だってそれがなかったら絶対続いてないもん、ここまで。絶対心が折れてたと思う。やっぱり人ってそんな強くないと思ってるし、俺なんかすげえ弱いから、心がすぐ折れる すぐ折れちゃうから。でもそれを折れずに、もちろん何度か折れかけたこともあるし、くじけそうになったこともあるけど、でもそれでもやっぱ続けてこれたのは、毎日毎日仕事から帰ってきた時にね、 YouTube の画面開くとコメントが何十件、今は何十件とかね、数十件が出てますけど、こう「分かりやすかったです」とか、「ありがとうございました」とか、あとは「テストで何点取れました」とか、いっぱいね、こう嬉しいことが書いてあるの。ちょっと勉強が好きになってきましたとか、数学が分かるようになりましたとかね。あ、それを見てると、なんだろうね、一個一個のコメントにすごい、なんだろうな、ゲームで言うと HP を回復してもらってる感じ。本当に元気をもらう、そのコメント一つ一つにね。そう、だからそれがなかったら続けてこれなかったし、それがあったからこうやって今もね、やってられる。で、今年に関してはまだね、毎回毎回言ってて申し訳ないけど、発表できないことを今プロジェクトで参加させてもらってて、で、来年のね、頭ぐらい、多分2月3月ぐらいには、2月ぐらいにはね、発表できると思うんだけど、ちょっと大きなプロジェクトにも参加させてもらってて、そのせいでね、動画の投稿が去年とかよりもペースが遅くなっちゃってるから、そこは本当に申し訳ないなと思うんだけど、でもおそらく2015年、来年はもっともっと飛躍ができる年にね、なると思ってるし、そうしていかなきゃいけないと思ってるからさ、だから頑張んなきゃなと思うとともに、なんかね、そういうのをすごい考えたの この前、すごい自分で思ってて、風呂でね、すごい考えてて、でその時にやっぱ行き着くところはありがとうなんだよ。よくこれなんかのインタビューの時にも言ったんだけど、この活動をしててよかったことは何ですかって聞かれた時に、一番にいつも思うことは、こう、もしやってなかったらだよ、この活動を。やってなかったらきっとどっかの会社でまた働いてると思うんだよね。塾講師続けてたかもしんないけど、俺は。わかんないけど。でも、やってなかったら、一生かけてもらえるありがとうを、この活動ではもうもらってると思うんだよね。例えば、この活動をしてなくって、残り俺が何年生きるかわかんないよ。じゃあ60年とかしようか。60年の間、にもらえるありがとうの数があるとするじゃん。それを、俺この2年半で絶対こっちの方がもらってると思うもん。こんなにありがとうを言ってもらえることなんて絶対ない、この活動しなかったら。だからそれが一番やっててよかったなと思うことだね。で、そのありがとうを言ってもらうたびに、あとは、こう、成績上がりましたって、勉強わかるようになりましたって、わかりやすかったですって、ありがとうございますっていっぱい書いてくれるんだよ、みんな。で、ツイッターとか、ここのコメントでもそうだし、ブログでもそうだし、いろんなとこでね、こう書いてくださって。でも毎回思うことは、違うって。こっちが見てもらってありがとうなんだよって、すごい思う、毎回ね。本当はね、一人一人にコメントを返してあげれたら一番なんだけど、それをやっちゃうと今度はこっちの動画の更新とかがね、できなくなっちゃったりとかなってしまうので、ちょっとコメントの返信はね、もうほとんどできなくなってしまいましたけど、でもみんなからもらってるコメントは全部一通り手目は通してるので、で毎回受け取るたびに、違うって、こっちがありがとうなんだよって思いながら、すごいね、エネルギーをもらってます。なので、本当に見ていただいてること、そしてコメントをね、書いてくださること、あったかいね、こういろいろ、なんかなんだろうな、もう関係ないけど、全体的に全てのことについて本当にありがとうございます。
俺からするともらってる恩をもらってると思っていて、みんなからエネルギーとか元気とかもらってるのは本当恩をもらってるので、恩返しをしたい。でまだまだ恩返ししきれてないしね、もっともっと取らなきゃいけないものはたくさんあるから、これからね、この勉強のとある男が授業をしてみたのチャンネルで勉強動画も上げていくし、もちろんちょっと最近はですね、わけあってというか、まあ、そのゲーム実況の方もね、ちょっと力を入れて両方しっかり上げていけるようにと思ってやっておりま、いきますので、今後もねぜひよろしくお願いします。で下のね一番最後に漢字間違っちゃった、心に余裕をってあるでしょ、きつい時ほど心に余裕をって、これはね今年1年かかって自分がすごい実感したこと、そしてこれからね特に受験を迎えるみんなにはぜひ覚えておいてほしいと思うことなので、それを伝えようかなと思うんですけど、例えば、まあ、いっぱいいっぱいになるってあるでしょ、状況として。でそういう時に人っていっぱいいっぱいになるとやっぱ周りが見えなくなっちゃうし、ここの余裕がなくなるからさ、イライラするしね、イライラしたりとか落ち込んだりとかするでしょ。で俺今年1年本当にそういうのが多かった、余裕がなくなっちゃって、特に時間的余裕がもう想像がつかないぐらいに今年は忙しくってね。そうだからいろんな人にこう迷惑かけちゃったしね、イライラもしてたしイライラして落ち込んでってあったんですけど、やっぱり心に余裕がない時のパフォーマンスって下がるんだよね、うん、例えば俺動画の撮影、勉強動画撮影するでしょ、俺ね絶対にねこういっぱいいっぱいになってる時って動画撮らないんですよ。動画撮らないっていうか、いっぱいいっぱいになってるなって思ったら絶対に気分転換をするようにしてるの。あと自分に言い聞かせたり、もっと落ち着けてリラックスみたいな、ラジオ体操するかみたいなと本当にあるんだよ、ラジオ体操したりとかするんだよたまに。こうね、気持ちに余裕がない時にするパフォーマンスっていうのはやっぱすごい下がってしまって、例えば勉強もそう、試験本番もそうなんだけど、ある程度の余裕を持ってるやつってすごいねパフォーマンスが上がるんですよ。だから得点が取れるけれど、いっぱいいっぱいになってしまって、はあ、どうしよう、間違ったらどうしよう、失敗したらどうしようって思い込んでしまうと、そっちに気を取られるので、やっぱりね得点が思ったより伸びなかったりすることが増えてしまうのね。で心に余裕を持つっていうのは口に出せば簡単だけど、それを実践するのはすごく難しい。多分ね今いっぱいいっぱいになってる子なんかはすごく実感すると思うんだよ。こんなん言われても、いやいやきついもんはきついしみたいな、そんな余裕とか無理だからって思う子も絶対多い。俺も思ってたしそれを。けれどそこのどうせ無理だしっていうところをまずねなくすこと、考えの中から。どうせなんてことはこの世にない、無理なんてこともないね。なので心に余裕をまず持っとうと、ね、ちょっと余裕持っていこうって、ちょっとリラックスしようって自分に言ってあげる。でその方法はもちろん人それぞれ違うと思うんだよね。歌を聴くことなのか、音楽を聴く、あ、じゃあ同じだね、音楽聴くのは同じだった。本を読むことなのか、散歩行くことなのか、買い物行くのか、友達と遊ぶのかわからない、それは。けれど例えばこれ難しくって、友達と遊ぶとかそういうのを選んだ時に遊びすぎちゃったり休憩しすぎたりすると自己嫌悪で落ちちゃう子もいるの、また気持ちが、あ、私またこんなサボっちゃったって。だからそれに行き過ぎない程度のうまくリラックス方法を取ってあげるね。あ、いっぱいいっぱいになってたら30分だけちょっと好きなことしようって、30分って決めたら絶対30分で始めるの。それを31分にしちゃうことで1分伸ばしちゃったっていうんで自分にまた自信がなくなっちゃうからね。だからそういった時間をきっちり決めて少しね休憩してあげるとか、余裕を持ってあげる。それが30分単位でも1日とか2日っていうね、日単位でも全然構わないんで、少し余裕を持ってやってみたらいいと思います。で俺はすごいそれを今心がけてて、毎日毎日ちょっと分刻みでいろいろスケジュールを立てて今やってるのね。自分の時間なんてありゃしないから今はだけどそれでもやっぱ自分で決めてある程度余裕が持てるようにまあしようって心がけてるんだよ。これでもね、いっぱいいっぱいになっちゃうと、いっぱいいっぱいの時に作った板書ってつまんないんだよね。でいっぱいいっぱいの時に撮った動画ってつまらないんだよ、ほんと。だから多少はちょっと楽しもうとか、うん、っていう気持ちで動画の再生ボタン、あとビデオの再生ボタンをピッて押して、はい、じゃあよろしくお願いしますって始めていくんだけど、いつも。だからみんなもこう勉強しててね、うまくいかない、わかんない問題が多いとか、成績が上がらないとか、周りがすごいできるようになっていくとか、いっぱいいっぱいね、みんなの気持ちを下げる要因ってたくさんある、身の回りに。特に今繊細になってて、すごいね、こう、なんだろう、感受性が高いというか、受け取ってしまうので、いろんなことを。でも、だからこそ、
ちょっと楽しくやろうと、もう少し勉強にしても、どうせやんなきゃいけないことだったら少し楽しむように、でどう楽しむかはその子によって自由だし、わからないけど、例えば俺やったら、わかんないと、あのね、ノートのもにあるじゃん。で、問題解いてて、わかんなかった時に間違うじゃないですか。で、間違ったらみんな赤ペンで丸つけしたりするでしょ？解答書いたりとか。その時に一言足したりするの。俺、残ってたら見せられたんですけど、昔そうやって勉強してて、突っ込み入れるの。おいおいお前って、公式間違っとるやんとかね。それを青で書いたりする。ただ違うとこだったら、おいおい、ここマイナス違うし、みたいな。またお前このミスしたの？とかね、ちょっと書いてあげたりするの。でね、無駄なように感じるでしょ、この作業。でもね、意外とね、振り返ってみたときに、色を分けてるんで、そのツッコミのとこだけは色が違うんで、青ってわかるからね。で、確認していくと、ああ、そうだ、こういうのミスってたな、とか、なんだこのツッコミ、意味わかんないんだけど、とかね。結構振り返ったときに楽しくなったりする。そのツッコんでること自体も楽しむので、そう。で、やったり、ちょっとね、勉強しながら、勉強の中で遊んでみたりとか。そう、もちろんやり方は自由だけどね。ぜひ、きついって今思ってる子が多いと思うから、だからこそ何かしらで心に余裕をね持ってもらえたらなと思います。まあ、俺はね余裕を与えてあげることはできないけど、なんだろう、少しでもね、少しでも分かりやすい動画を提供することでみんなの勉強効率が上がればと心からね思ってますので、まあ、これからもね、今は公民と地理とあと数一課の撮影になってますが、今後も頑張りますんで、どうぞよろしくお願いします。では、これがアップされてる時はまだ多分俺、自宅に帰ってきてないんですけど、全国回っててね、この3万人記念のね、まあ、イベントやるんですよ。ちょっとご存じない方はあれなんですけど、11月の22、23、で実はですね、22、23か。で、全国の、まあ、会いに行きますと。みんなに会いに行って、ありがとうを伝えるっていうイベントを開催するんです。でももうちょっと募集は締め切ってるのであれなんですけど、そう、それをやって、で、その当日ね、もちろん顔出し OK の方もいれば、声だけの出演の方もたくさんいらっしゃるんですけど、編集して一本に上げたいんですが、ちょっと問題があってですね、ビデオのバッテリー持たないんちゃうかと思って当日。だからまあ、どこまでちょっと編集で上げれるかわからないんですけど、まあ、当日の様子はね、何かしらの形で上げれたらなと思ってますので、まあ、その辺もね、お待ちいただけたらと思います。では。もう少しで4万人ですね。これ動画上がってる時ちょっとギリ4万人にかかってるかかかってないかぐらいだと思うんですけど、あと3日後だもんね。本当にありがとうございます。今年はね、一応登録者3万人って目標を掲げてやって、それも本当ギリギリだろうなって思ってたんですけど、みんなのおかげでね達成することができて、しかもプラス1万っていうことでできてますので、まあ、今後も頑張ります。本当にね、少しでも分かりやすいもの、そして今ゲーム実況に関しては少しでもね、面白いというか息抜きになるものを提供できたらと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。では本当にダラダラ喋りましたけど、今回ねここまで聞いていただいてありがとうございました。じゃあ最後締めさせていただきやす。では今回はハイチのダラダラジオ第60回、なんだか感謝を伝えたくてというテーマでお送りさせていただきました。今回もねここまで聞いていただき本当にありがとうございました。で、次回に関してはまだ決まっておりません何喋るか分かりませんが、また次回も撮りますので、もしよかったらねそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。